ケルカン。ああ、聞こえただろう。休め。聞かせてください。あなたは私も殺すのですか？ああ、殺すぜ。ではなぜ私は生きているのです？もう10時間以上も見逃されています。なぜ？いつ殺すかは俺が決める。心配するな、いずれ殺してやるよ。この都市の人間すべて俺が殺す。そうですか。また言った。彼は自覚していないのだとしても、確かに私のことを。What did he call you? Come on, Ruaha. Put it into words. 私は人間ですか？あなたにとって。ああ？てめえ、いい加減にしろよ。いいえ、まだです。私を見て答えてください。私は一歩彼に近寄っている。それは確かに私の意思であったはずだけど。確かに人間であった頃なら、これを私は一人でにと言っていた。そう、昼間のように。もう一歩、彼に近寄った。私は彼を見つめながら胸元へ手を伸ばす。腎臓皮膚に包まれた鋼鉄の指は、器用に私の意志を命令として作動する。気のずれの音がする。わずか。What? Whoa, I don't need, are they gonna fuck? Is that what's gonna happen? Can I just say, fucking Kirkin and Yi are best fucking friends, okay? This is gonna fucking happen. Anyhow.私は服の前を開き、体を晒す。薄暗い部屋のエンジン灯が胸部と腹部を照らす。エンジン式の自動人形と何も変わらないこの体。外見的な違いは一切ない。富裕層のための細工人形。女の体を模して作られた鉄の外骨格。その上を表皮が覆っている。クラックで作られた腎臓皮膚。精巧な人形細工。一見すれば女のようけれど違う。これは違う。温かな人肌も女の柔らかさも何もない。冷たい肌。これが私。これがルアハという人形だ。女の滑らかさを表現するように形作られた外骨格はかえって醜い。人形の顔、人形の胸、肘や膝にはむき出しの球体関節。美しいと呼ぶ者もいる。けれど、それは人形の持つ美しさだ。Ruaha, aren't you no different from a doll? あなたはどうですか？私はあなたにどう見えていますか？人間ですか？私の体の 90% 以上は鋼鉄です。生命維持用のクラックエンジンで、人型を保つための駆動エンジンでできている。大脳の一部だけが私です。他のものはすべて置換されています。胴体部分は第5層の造形技師の手で、マニュピレータは第4層の人形技師の手で、四肢関節は帝国の元技術士官の手で、内臓部は上層専属のクラッキングドクの手で、顔は第三層の象眼技師が2年をかけて。Why does she have internal organs? Is there any room for internal organs in there? I mean, she. Continue on. この声も、そう。唇も。唇が動いているのは
象眼技師のおかげ。本当は口を閉ざしていても喉元の疑似声帯装置が音声を発します。体のすべてが取り替えられています。人であった頃のほとんどすべて。よくできているでしょう。これが人間ですか。あなたにはどう見えるのですか。あ、どうだと。はい、どう見えていますか。どう。彼の声に何らかの感情が加わっていた。それは、そして私はようやく理解する。今の今まで彼の声と視線には何の感情もこもっていなかったのだろうという。初めて彼は感情を伴って私を見た。私の体、鋼の体、視線が突き刺さる。肌に、胸に、腹に、手足のあちこちに、顔に、瞳に、触覚の薄いはずの私の肌がそれを感じ取る。感情を伴った視線は、こんなにも。Is that pain? Or is that something vulgar and aberrant?痛みには似てる。これは私が初めて身に受けるもの。彼が私を睨みつける。その強い強い視線に伴う感情は何？目をそらしそうになるのをこらえて、私はまっすぐ蹴る顔を見る。センサーは彼の感情を伝えてこない。体温に一切の変化はないのだから。それでもわかる。何かの感情。私の言葉と体とも、彼が抱いた何かも。Her clothing's freaking me out. This part here, I can't understand how it's doing that. Like, it's still attached up to her arm there, so like the sleeves like that, but I don't... Oh my god, it's freaking me out! Let's continue on.人間を殺すと言いました。あなたは本当に、あなたは私を殺しますか。そう言ったぜ。散々言ってやったろうが。でもあなたは殺していない。生きています。私は。それも言ったぜ。でもまだ生きています。なんだ、俺の言ったのは全部しかとか。気に入らねえな、気に入らねえな、お前。これは敵意、殺意。いえ、それもきっと違う。視線がこんなにも肌に突き刺さるのは、外骨格をもすり抜けて内部さえ見通す。これは意志、これは思い。これほどまでに強い。それはまるでキアによく似ていて。殺してほしいって口ぶりだ。男の太い片腕が私を容易に抱き寄せる。強く強く。ギーのように細身の体に見えた彼、腕はこんなにも太くたくましくて、そして熱い。と離れていた彼の顔がすぐ近く。8フィート以上はあったはずなのに、腕にこもった強い力は昼間と同じ。自衛のために反射的に抵抗しようとする私の体の行動プログラムなど一切構わずに、すぐ近くにある顔、瞳、唇と唇が触れそうなほどの近くにあった。私はまさに生命維持に危険が迫ったのだと勘違いした動力エンジンが悲鳴を上げるけど、そう、聞こえましたか。ああ、聞こえたね。今のは俺に殺してほしいって口だった。自殺か。疑似生体がきしんでいる。呼吸のようなものが私の喉から漏れる。私は酸素を呼吸しない。だから息が荒くなるなんてことは本
疑似生体がきしんでいる。荒くなる息のようなこれは危険の信号。私の危機状態を周囲に告げるための。でも抵抗しない。自衛行動のプログラムを私は抑え込む。俺は死にたがりが嫌いでね。それじゃあ殺しがいがないんだよ。当然の顔で生きるやつを殺して初めてあいつへの償いになるんだと彼の唇が言った。声はない。なくても認識する。声にならずに発せられた言葉。あいつとは誰？尋ねられない。知りたいのに。彼の顔を私は見つめてしまっていた。一瞬だけ歪んだその表情を見てしまった。だから質問はできなかった。だから意識の底で思うだけ。なぜと、なぜ償うために殺すのかと。それで初めて俺の理由は維持される。だからお前は言うな。殺せと言うな。二度とだ。遅れて感知する嗅覚。直前まで彼のくゆらせていた支援の名残。そして触覚。私の最も薄い感覚。忘れたはずの痛み。痛覚を思い起こさせる。それは熱。彼の体のぬくもりと呼べるような優しいものじゃない。激しくたぎる。それは彼の熱。生きた人間の体から発せられる炎。まるで彼の中にたぎる意志のよう。ひどく熱くて。私はこれを痛みと捉えた。それでも私は彼に嫌悪は感じていない。心地よい。わずかに。内部まで貫かれて、肌を突き抜けて、外骨格をすり抜けて、そんな錯覚まで感じる。感じている。これが人間の、いいえ、この男の熱。この男の激しく強い感情の現れ。センサーがつけている。男の体温の急上昇。彼の体にたっぷり詰まった強い強い思い。はい。急に素直になったな。うん？わかりました。一つだけ。あなたにもある感情。何？へりくつはいい。はいとだけ言え。素直な女は嫌いじゃない。はい。いい子だ小娘。しかし匂いがない人間なんぞには、俺も初めて出会ったもんだと思ったが。そうか、こいつがエンジンヒューマンの女の体か。よくできてる。男の指が私の胸に触れる。遠慮なく突き立てるその指先は熱い。すぐに手のひらが胸と腹部を撫でた。熱い。物理的な攻撃を受けたと錯覚する私の体は、彼の手をつかみ砕こうとする。私は意志でそれを抑える。命令する。体が震える。命令と自動プログラムの矛盾に戸惑う体が。ほらな、よくできてるもんだ。